はい、12番です。こういう図があって、長さが全部同じだそうです。で、ここに記号がありますね。 A、B、こちら C、D で、ハリオさんは A、B、C、D と進んだ。夏美さんは A、B、D と進んだ。こっちの方が短いですね。しかも距離は、2本と3本ですね。さあ、括弧1。 A を同時に出発した2人は同時に D に着きましたですね。と、ハリオさんの方が早いですね。で、ハリオさんは時速12、この3つを12で進んだ。ここは2つを同じ間で進んだ。ですので、この3対2という形ですから、スピードは逆ですね。スピードはその分だけ遅くなります。ですから、時速は8キロとなりますね。そして括弧の2、また A を同時に出発した夏美さんは時速12キロで進んだ。そして1時間後に D に到着した。夏美さんが時速12キロ、夏美さんがこっちですね、これね、今度は速いですね。で、1時間、このコースを取ったんだったら、進んだ距離が、12キロですね。ですので、12キロか分かります。ここからここまでが12キロ。1時間ですもんね。そして、ハリオさんは夏美さんより12分遅れ。で、これ1本が6なんで、6、6、6、18キロ。これを時間としては1時間12分。1時間12分は60分の10ですね。または 0.2 でもいいんですけど、これをすると、15であることがわかりますね。これは1.2 としても大丈夫ですよ。私は分数が好きなんでしちゃいますけどもね。一応6の倍数なので0.を使ってもいけますね。こういった細かいところはどっちも使えるようにしておきましょう。で、あと分かってるもの、数字決まっちゃったんで、どんどん入れます。こういった作業も大切です。